それでは今日も魅力研究所のライブトークを始めてまいります。はい、今日も素敵なゲストをお招きしています。白金内でサロンドカシャという素敵なフラワーサロンを経営されている柴崎純子さんをお迎えしています。そして魅力研究所マダム美智子主催ですね。はい、私くし本日も MC を務めます魅力開発コンサルタントの晴美です。よろしくお願いいたします。純子さん、お久しぶりです。はい、まずはコロナに感染せずに、はい、頑張ってるので、はい、もう安心してますけれども、はい、もうね、出演していただくのはもう前からね、何て言うのかな、明るさ、元気さ、はい、時々突拍子もない派手さ、非常にマダムには負けますよ共感をね、持てる方だし、それからやっぱり沈みがちにお仕事なんかで悩んでる方もいるんだけれども、はい、なんかもう積極的にね、元気をうまくね、まあ、乗り切られる、それを大いに皆さんに楽しんでもらったり笑ってもらったりする純子さんをぜひぜひ皆さんにエールを送る意味でもね、ご紹介したかったなって思ってます。だから純子さんから自己紹介よろしくお願いします。どうぞ。白金台でフラワーサロンを主催しております、サロンドカシャの柴崎純子と申します。うちは生花、生のお花とプリザーブドフラワーと、それからアーティフィシャルフラワーといって造花ですね、そういったアレンジのレッスンですとか、ウェディングのギフト、ブーケ、会場装花などもやりますし、あとまあオフィスのエントランスですとか、壁のグリーンデコとか、開店のお祝いですとか、そういった胡蝶蘭、かなり幅広くやっております。まあ、メインはレッスンなんですけど、とにかく私は人が大好きなので、レッスンがすごく楽しくてやっております。今回コロナ以降でオンラインとかで始めたっていう、はい、2月にパリに花留学をして3週間ですか、ものすごい充実して、すごく勉強も楽しくて、戻ってきてさ、パリのエッセンスをみんなに言って、鼻息荒くスタートしようと思ったところでコロナですよね。まあパリに行く前からちょっとコロナはスタートしてたんですが、私が行った時のパリはもうマスクをしてる人は一人もいなかったし、その緊迫感はまるでなかったんですよね。だから私パリから帰ってきて、あまりの温度差というか、結構日本に帰ってきてすごくショックで、で、まあ大きなイベントとか出張レッスンも全部キャンセルになって、3月だけで本当7、80名のキャンセル、もうものすごいショックで、明るいってマダムは言ってくださるけど、今回は珍しく少し落ち込みましたよ。3、4日かなりダウンが入ってましたけど、でもまあじっとしてるだけでは仕方がないのかなって急にスイッチが入りまして、でお花のオンラインフラワーレッスンなんて本当に考えてもいなかったんですけど、まあ何でも思いつくことはやってみて、とにかく動いてみようって思ってスタートしたら、思いのほかすごく喜んでくださって、で、まあ、ちょっとパリのパリスタイルの12ヶ月というこの今回のカリキュラムって少しお値段も高いのに、思いのほか皆さん予約をくださって、でつながったらつながったで、とってもみんなが明るい笑顔になって、レッスンが終わった後本当にリフレッシュしましたって言ってくださるのがものすごく嬉しくて、私がだから、あ、なるほど、対面でリアルに会うのが楽しいと思ってレッスンをしていたけれど、ちょっとやっぱりピンチがチャンスに変わったかなというか、ビジネスのそのチャンスが広がるかもなっていうのは少し意識し始めて、会えないはずのその何ですか、北は北海道から沖縄まで、もしかしたらこのオンラインのお花でつながれるかもしれないなっていうので、今ちょっと頑張っていきたいなと思ってます。素晴らしいわね。パリ留学の、お写真フェイスブックで私見てたんですけど、本当に、ありがとうございます、なんかパリ留学ってどういう方なの、本当に何かそうスクールに入られたんですか、それともなんか自分でやってるんですか。そうですね、元々私そのレッスン受けたいなと思っていたフランス人のデザイナーさんはちょっとスケジュールが合わなくて受講できなくて、で結局自分が好きなセンスの
あのフローリストの人ってどんな人かなと思って、まあ、日本にいる段階で少しインスタとかいろんなものを見て、でこちらからその、まあ、申し込んだりするわけですよ。で結局オリジナルのカリキュラムを組んでもらいたかったから、うん、あの2週間がっつりカリキュラムを組んでもらいたい、うん、オリジナルでっていうのがなかなか、まあ、いろんなあの問い合わせをしてもあのレスが遅かったり、まあ、パリとの間だし、でフランス語もそんなもちろんできるわけではないので、あの通訳の人がいて、あのフランス人のフローリストの人に教わるとか、いろんなミックスでやりたいなと思って、でそんなのをやり取りをしていたら、あの、まあ、今回メインのお花の先生と出会えて、とってもあのそのお花先生は日本人 の, あのデザイナーさんなんですけど、フローリストなんですけど、あのフランス人と、2人でアトリエをやってらして、で、現地のフランス人のフローリストの方も何人も紹介していただいて、いろんなあのなんだろう、コーディネートしてくださって、うんうん、でお花のセンスもすごく好きな先生だったんですけど、何しろキャラクターがすごく楽しい人で、なんか似てたんですよね、すごく、うん、あの関西出身の神戸出身のすっごい元気でチャーミングな人で、だから一人で花留学ってすごく不安だったんですけど、ものすごい楽しかったです。うん、でも見てたでしょ、フェイスブック。いや、もちろん見てましたし、彼女もいろいろ送ってきてだから私がこうこうなとかって言って、まあ、そこでね、まあ、お互いに励まし合ったんだけど、うん、彼女のもうメールではね、もう本当に日本の騒ぎが実感としてないっていうことを何回もね、うん、言ってきてたんだけど、帰ってきたらもうあまりの違い、はい、だからもう言って言ってたわね、うん、もうパリとの温度差に本当に何しろか帰ってきてショックでしたね。その後ね、パリも大変なことになっていくわけだったけど、だからちょうどいいタイミングだったかもしれないね。う、本当に絶妙なタイミング、あの時行ってなかったら、うん、いつかも行くっていうのは、はい、なかなかったから、やっぱりあなたついてる人なのよ、ね、それね、みんなに言われるんですよね、本当にすごい嬉しいんですけど、うん、そうそうそう、うん、なんかあのマナブと2人が出会った時になんか共通のことがあるっていうエピソードさっき伺ったんですけど、マナブそれ聞いてますか？あのね、私はかあのエクボがあるじゃないですか。で、もともとですね、このエクボっていうのは大きいエクボのある方結構多いんです、大きい、うん、でも私の場合こう小さいじゃないですか、はい、小さいエクボに合う人ってなかなかないんですよね。で、本当は筋肉のなんか歪みかな歪みなんでしょ、彼女が公園に行った時に私の隣にパッと座った時にパッと顔見たら、あら、あなた私と同じあの、ね、エクボよねみたいなこともちょっと、ね、お近しくなる原因の一つかなっていう感じしましたよね。まあ、とにかく元気な方で、なんだろう、そんなに長く付き合ってるわけじゃないんだけど、何十年来、まあ何十年って私は年取ってるからあれだったんだかもしれないけど、本当にもう昔から知っている方っていうふうに思えちゃったわけね。それがまあ、私年齢差を感じないですよ。ん？年齢差を感じない。もう、はい、一緒にお話ししてて、すごくまるで同年代のお友達といろんなその恋の話とか、いろんなビジネスの話とか思い出した。そう。何が聞きたいのって、私何が聞きたいって恋の話ってそういえば言ったわね。あなた結婚とかどうのこうのっていう話から。ちょっとね、ご主人とのことを伺って、うん、まあ、新たな恋の話をするっていうことは、もうそこから卒業してるんだなっていうことでしたけど、でもそのちょっと胸がね、痛むというか、まあ、私も同じように、がんでね、娘を亡くしてるって、まあ、そういう共通項もあったね、こう、うんうん、こう距離が近くなったっていうこと。そうですね。そう。だからそんな過去を持っているというふうには思えなかったんだけど、確か私あのそういうことを売り物にする、自分が悲しさを売り物にするってことじゃなくて、派手にようなように見えてたり、何かこう自分の世界とは違う人って思っていても、こんなね、うん、苦しいこと悲しいこと抱えてるって、それが人生じゃないっていうようなことを常に話してるんだけど、あの時のセミナーでお目にかかったわけなんです、はい、こんな感じですよね。私は15分ぐらいしか話さないから、何を伝えたらいいのかなって思って、そんなことをお伝えしたような
私はとにかくそのとても悲しいお話をされているのにとてもエネルギッシュで、で私本当にそのセミナーでマダムと初めて会った時に、下からそのかぶりつきでマダムを見上げながらそのお嬢さんの話を聞いた時に、やっぱり何かかぶったのかもしれないですけど、本当に涙目になってしまって、で涙目っていうのは私のキャラクターとしては本来ちょっとあの似合わないあれなので、なんかすっとこうなんだろうな、素に戻っちゃったっていうか、ああいう場所でこうキャラクターとしては素に戻るってあんまりないんですけど、だって何人かね、うん、生徒さんと、うん、あの引き連れてどう見てもね、うん、親分みたいな感じで、そういう感じで、その一緒に来てる方々があなたのことをね先生っていう感じであの従っていたので本当に何て言うんだろう、うん、あなた、私もあなたをそのそうなんかそういう悲しさを背負ってるようには全然見えなかったから、はいはいはい、そこが共通したのかもしれませんよね、うん、あとやっぱり肌が綺麗すぎて、私もう口あんぐり開けて見上げてましたよあの時、本当にいや年齢伺って本当に衝撃でしたもん、本当に肌綺麗、うん、そうそう、あの時に私は女性の人がわざわざ来てくれたのよね、まだはいはい、いらしてましたね、80何歳の方がね、うんうん、私があのビストという雑誌に前に乗った時にご一緒して、でマダムの講演ならって言って、その編集者の人がわざわざ連れてきてくれて、そうですよね、その方が傍らに私のところにいて、あの今日もこういう年齢の方がいらっしゃるけど、うん、あれをカレーに変えるべきよねなんて言ったら、はい、でもどうしてそうかってそう置いてほっといたらどんどんね置いていっちゃうから、もう華麗にするという努力をしてちょうどねいいんじゃないみたいな話を したんじゃないかなと思うんですよね、うん、でその後記念写真を撮ろうっていうことになった時に、その方を中心に、うん、まあ、我々とでそのあなたが隣に来て、なんか別れる時にまた会いましょうみたいなね、それで私ね、あの男性も女性も好きになるとすぐ行動に出ちゃうタイプなんですよマダムのことすごい好きだって思った瞬間もうあれですよね、体が勝手に動いちゃうんですよ、だから本来だったら大御所 あの他にマダムたちがいらして、マダムの隣に座るべき人がきっといたんだと思うんですけど、あんまり考えなしにわーってくっつきたいと思って行っちゃって本当にね、いやいや大人としてはちょっとやっぱり問題があると思うんですよ、ね、それでねホテルで会おうってことになってね、うん、っていうとして、あなたはすごい素敵なお花をね持ってきてくださってね、それからもう何回もねお花をいただいてるんだけれども、でもそういうなんか積極性がやっぱり仕事にも今回ね現れて、そうかもしれない、ずっとお花の世界なんですか、もともと何か違うことされてたとかですか、そうですね、にあの20代の頃は最初お勤めしたのが芸能プロダクションに勤めていまして、あのマネジメントの仕事をして、うん、でやっぱりちょっとあのハードな仕事なので体壊しまして少し、うん、であの、まあ、インテリア雑貨の会社、うん、あのインテリアの雑貨が好きで、その輸入のインポートのものの雑貨とかグラスのデザインとかしたいななんて思って、でそういう会社に勤めたり、とにかく好きでやりたいなと思ったことはもうすぐ行動に出るタイプなので、その会社が募集をかけてなくても電話をしてあの募集してませんかみたいな、そういうことをやって点々と好きな仕事をやっていたところで、写真の会社が一番長く続いたのかな、広告関係の写真の会社に、あの今アマナって言うんですけど、あの電通とか博報堂さんにあの写真を貸し出すようなレンタルフォトの部署に行って、でもうその仕事が長く続いてて、それがきっかけではないんですが、まあ、主人とカメラマンの主人と出会って、結婚したらもう専業主婦というかだったんですね、でまあ子供が何でしょう、一緒に遊んでくれなくなったあたりから寂しいなと思いまして、お花のお稽古とかいろいろお稽古ごと始めて、そのお花の稽古は3年か4年やっていて、どうせあの学ぶんだったらインストラクターの資格を取ろうかなと思って、でお免許を取ったんですね、あそうなんですか、じゃあもうでも、はい、センスがすごくねヨーロッパな感じがあるんです、終わりなんですね、だからお花だけじゃなくて牡蠣とか今日もねお部屋も、はい、そういうの大好き、すごい素敵な、もう私もちょっとキャンドル買おうかなっていうのはなんかこれあのバーチャルなんで、これ、ね、
じゃあ、自身のお家なのよね。あのなんて、はい、サロンとして教室って持ってられるんじゃなくて。はい、そうです、自宅です。ご自身のお家の中で、教えてるっていう。はい、そうです。まあ、例えばリビングとか応接間。そうです、そうです、そうです。だからその10年前サロン立ち上げた頃はまだ子供が、あの息子くんがちっちゃかったので、本当にランドセル背負ってレッスン中ただいまって通過していくみたいな感じのノリですよ。まあそういうこともね、あの白金っていうとね、最初におっしゃってたみたいに、もう本当にね、こうっていう感じだけど、お子さんがいたりするから共感っていうのもね強かった、はい、いや白金ーゼのサロネーゼなんですね。そうですよ、サロネーゼです。でも白金がネーゼですって言うんですよ。白金がネーゼですって。サロン読者ってどんな意味なんですか、伺ってもいいです。サロン読者で多分、はい、歌詞、あのサロン読者の歌詞っていうのは、実はあのホームページをよく見ていただくときっと分かると思うんですけど、漢字の花に写真の写って花を写すっていう意味で、あの歌詞っていう名前がついてるんですね。でこれ、まあ、亡くなった主人が、サロン立ち上げた時に、まあ、彼がつけてくれた名前なんですね。でサロン立ち上げたんだったらサロンをみんなに知ってもらうのにブログを書きなさいよって言われて、でブログをじゃあ一緒に作りましょうっていう時に、素敵な名前、サロン名が浮かばないわって言ってたら、じゃあとりあえずでいいから、僕のこの言ってるサロンの歌詞にしなさいよって、スタートして、でまあ後で おしゃれな名前が浮かんだら、変えていこうかな、チェンジしちゃおうかなって思っていたら、サロンの歌詞のままずるずると来まして、でまあ今となっては本当に、ね、彼が残してくれた、まあ、素敵なサロン名だよなっていう感じで、まあ、もちろん変えることもせず、思い出 あのサロン名になって、まあ、宝物ですよね。だからサロンの歌詞のままでこれからちゃんと活躍していかなきゃいけないなって、頑張っていかなきゃいけないなっていうのはいつも思いますね。まあ、その話をね、ご主人のお話と私の娘のお話もしたときに、本当に一時はね、ご主人が亡くなられて、まあ、気持ちの上でもなかなか立ち上がれなかったんだっていうこともおっしゃってたけど、やっぱりそこにお子さんがね、いわく王子と呼んでいるね王子王子様がいたので頑張らなきゃいけないっていうと、お父様がすごく応援してくださったって言ってましたね。あ、そうですね、まだ嬉しい、すごいいろんな話を覚えててくださってる。覚えてますよ、まあ、私もありますけど覚えてます。そうですよね、やっぱり息子の力は偉大だなと思いますよね。彼のために本当に頑張らなきゃっていうのと、彼が毎日すごく笑顔でいてくれるから、ものすごい乗り越えられたっていうのありますよね。あとやっぱり、まあ、私の家族もそうですけれども、生徒さん、レッスンをあえて 1、2ヶ月のお休みであえてレッスンをすぐ始めたんです。それの方がおそらく、そうですね、うん、気持ちが落ち着くかなと思って、案の定皆さん、なんだろうな、まあ、主人が亡くなったことは多分あまり皆さん知らないんですよ。生徒さんたち言ってなくて、言ってない状態でちょっとお休みをしていてっていうので再開して、生徒さんたちの笑顔にも救われましたね、本当に、うん、生徒さんたちと大爆笑しながらレッスンすることがどれほど、まあね、ちょっとやっぱり辛い状況を気が紛れるというか、どれほど助かったかなって思います。もう人はそこに立ち止まってたら、やっぱりもう一人だけだでどん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 落ち込んでったり、またその自分の悲しいことを分かってよって人に言えば言うほどね、虚しくなるじゃない、一人になって、うん、だから私は講演っていう場でね、家族の了承も得て娘を失ったけれども、うん、これは残された私たちに何かやりなさいってことの命なんだからって話してるんですよ、うん、誰にでも言うのはやっぱ泣くときは泣くんだけど、できるだけ早いとこね、お仕事なり、やっぱりこういう関係なりを戻した方がいいっていうのが、うん、考え方なので、あなたも悩んだかもしれないけど、何年経たれたんでしたっけ、ご主人だから5年目、主人亡くなってからもう5年目になりますね。でもそれ、うん、私にこういうの相談するって言うんだから、ご主人も安心してると思うよ。いやでも
大丈夫。なんでしょうね、やっぱりすごいね、悲しい、私初めて本当にこれだけの悲しみを経験して、悲しいのって時間が解決するってよく言うけれど、解決はしないなって今つくづく思っていて、解決っていうよりも上手に付き合っていくことができるな、時間が経つとっていう感じがしていて、あのなんだろうね、もちろんこの先あの分からないですよ、どういう風にね恋をするかもしれない、分からないですけど、でもきっとなんかこう上手にその時の悲しみをこうどっかにしまったり出したり、上手に付き合っていってる感じが最近はします。忘れる努力はしなくても忘れないからね、忘れないですよね。それがやっぱり生きていくっていうことだから、うん、同時にやはり一つの悲しみを乗り越えるっていうのはね、こ、うん、ういう言い方をしてしまうとちょっと良くないかもしれないけど、リーダーたるものはね、そういう苦悩とかっていうものをね、あの知ってた方があの大人になれますね。つまり、うん、非常にこうラッキーに育っちゃうと、ラッキーな世界しか知らなければ、うん、やっぱりいろんな苦悩を持った人を理解するのはこう何て言うんだろう、本を読んで分かったように思うと同じぐらい、はい、こう一つねベールがかかったような理解しか私はできないと思うのね。だからよく苦労人って言うけれども、それから私たちの古い時代では苦労は買ってでもしろと、苦労、うん、買うのは嫌だけど、そのぐらいの気持ちを乗り越えていく時こそ本当にこういろんな人のね、話もいろんな意味で寛大になれるし、優しくなれるし、うんうんうん、そうですね、うん、あなたのお弟子さんはものすごく才能を持った人多いですもんねみんな本当に面白いんですよね、あのね、マダムのそう、ね、番組にも出させていただきましたけど、水引きのアクセサリーを作るアーティスト、ね、人とか、はい、ポップコーンのさとこさんもね、すごく美味しいポップコーンを作って、今すごい人気ですよ、本当に。ね、あの、うん、ポップコーンの方も、その、純子さんのポップコーンじゃない、ポップコーンを新たなね、味で作るということで、純子さんの、あの、工程、かなり上のお弟子さんなんだけど、はい、この方のね、作るポップコーンもとっても人気があってね。そう、うん、あのお店に出してるわけじゃないんですよ。そうですね。そう、だからあのお花で、まあ、彼女たちはみんなディプロマ生っていうかお免除コースの子たちなんですけど、あのお花じゃなくてもとにかく一度ご縁がつながった生徒さんたちがどんなことでも活躍して、なんかこう、うん、ハッピーであることを望むという感じで、だからポップコーンだろうが何だろうが、何か私の力でそのバックアップできるとか応援できるものがあったらいくらでもしたいなっていう感じで、多分そのお花を習ってお花では先生にはもしかしてかなわないと思ってるかもしれないじゃない、思ってても、でも創作するっていうことのね、そこにこう電流のように流れていくじゃないかしら、うんうんうん、単なるポップコーンじゃなくてこういう味もいいで、こういう、それから水引きはあの時イヤリングを水引きにしたり、こうなんていうの、ネックレスにしたりするっていうの、はいはい、すごい作品があるんで、もうびっくりしちゃって、指輪だったね。うん、逆に私も刺激もらえますよね、彼女たちからね。そう、創作は。だから、私が純子さんは単純に元気ではつらつとして、年の割には若く見えてとか、そういうことやっぱり技術を持っているっていうことを、私は非常にあのそういう人たちに対する、なんていうの、職人さん、そういう、うん、別に女の人じゃなくても、もう宮大工の人とか、もうそういうのと、うん、もう心から尊敬しちゃうみたいなところ。そうですよね。本当にそういうクリエイターの人、私も尊敬しちゃいます。そうでしょ。だからそういうこともあるし、それからお互いに刺激し合える創作意欲を持ってなかったら、この長い人生どうやって生きていくのよって。ね、本を読むことも大事だし、テレビを見て楽しむことも大事だし、いろんなこともあるけど、自分の自らの手で作り出すっていうことに対して情熱を持ってる人っていうのは、私は結構あのなんていうか尊敬もするし、知りたいしっていうふうに思いますね。だからあのお弟子さんたちはみんなそれぞれすごいなと思いましたよ。なんかまだ他にもいたじゃないですか、水引きの他にもなんかあのなんかバッグを作るじゃない、なんかそういうね、そう、とにかく本当にまあお花をやる子たちってみんなきっと基本的にそうなんだと思うんですけど、なんですよ、ね、すごくクリエイティブですよね。なんかこんなアクセサリー作ってみようかしらとか、なんだろうな、
プラスアルファの何かアイディアっていうのがものすごく浮かんでる。既存のものにとは違うものっていう感覚と、で特にうちの子たちは多分個性派が多いから、個性的なものを個性的なものを誰かと違うものっていうのがものすごく楽しいね、うん、強い気がする。これはやっぱりそれはあの純子さんのクラスがお花のスクールなのに、大爆笑が起きるお花のまあ、ちょっとないかと思うんですけど、その辺がそうですよね、すごく大爆笑になるんですか。いや、あの、なんでしょうね、こう型にはまったお見本をボンと置いて粛々とお見本の真似をしてレッスン、あの制作するっていうレッスンは私はつまらないし嫌だなと思っているので、あえて見本も作らずにその人たちそれぞれの個性が出る方がいいだろうなっていうので、まあ、あのカジュアルにやっていこうっていうのと、まあレッスン中のムードが何でしょうね、だからその生真面目な感じじゃないので、それぞれがそのいっぱいおしゃべりするわけですよ。それこそ恋バナもすれば、会社の悪口も言えば、旦那さんの悪口も言えば、みんながすごくリラックスしていろんな話が出るから、それをまあみんなでこういじり合いながらね、そしてさらにあのこうフラワー講師である師匠である私をみんながいじってね笑うわけですよ。でもそういう環境だったら、そういうなんかクリエイティブなものが皆さん生まれる環境なのかもしれないですね、うん、自由にやっていいって思うと安心してできるっていうのはあるんじゃないかなと思います。私すごく若い時にあの草月流っていうのを習ったんですよ、ね、はい、書店にしかまだ行かなかったんだけど、あの私たちのお花を習う時ってもう正座するじゃないですか、はい、で低いですよね位置が、でこう座ってまあ心臓控えとかってやるじゃない、うんうん、でもその時草月ってものすごく新たな感覚の花、あのそうですよ、ね、って言われて、うん、他のねいろんなあの流派があるんだけど、それを習ってる時はもうとにかく、まあ、堅苦しいっていうか、うん、ちょっと結局正座してるので痺れてくるわけじゃないそういうこともできないから、まあ礼儀を学びながらお花をいけるっていうのは、たとえ新しい創作性のあるね、あの非常にあの華道界にも影響を与えたね草月ですけども、やっぱりそういうことが辛くてね、はいっていう、いや、あのもちろんね、きちんとそういうなんかこうあの真面目にもちろん大爆笑も出なくて、ちゃんとしたフラワーサロンのがほとんどだと思いますようちが多分特別だと思いますけど、ただあの、まあ、そういうきちんとした学び方、きちんとした学び方っていうとおりかな、あの学び方がしたい人はおそらく他のフラワーサロンに行かれるし、あのそうやってなんだろうな、ここのコンセプトがすごく合う子たちが集まるっていうことは生徒さん同士が仲良くなるわけですよ。私それもとっても嬉しくて好きなんです。要はそう、あの知らない人と知らない人が私のサロンで出会ってご縁がつながって何年も仲良くするっていう、本当に大人になってからのお友達ができるなんて珍しいですよね、仲良くできるお友達ができるなんてってみんなが言ってくれるのがものすごく嬉しい。人と人をつなげるのも楽しいし、それとね、やっぱりねすごく私今思ったんだけど、自宅で教えてらっしゃるでしょ。はい、ね、あの大体その、まあ、お花でも何でもその自宅、例えば長唄とかね、まあ、日本の舞踊とかって結構ご自宅でもうそういう舞台みたいなのを教えることもあるんですけれども、いわゆるねあの大きなお花の会とか何会とかお茶の会がすごいね、派閥が、はい、だから交流も広がるかもしれないけれども、派閥とかなんとかにねそういう話がもう耳に入ってきて、私はもうまあ、若い時からやっぱりこう引っ張られて、みちこさんこういうのやりなさい、こっちに行きなさい、うんうん、表をね、あの要するに裏千家だけじゃないわけ、はい、表あるじゃない、両方から言われたりなんかするわけよ。どうでしょうね、こういうなんかね、そういうことだけじゃなくて大きな違う場所でやると、帰りも三三五五と違ってとね、なんかすごい派閥がねできてきて、はい、そうだから私もヨーロピアン連盟っていうところの、 あの、まあ、インストラクターの資格を取ったんですけど、自由にとにかくやりたくて、連盟の言う通りにやるのが嫌で、あのディプロマっていうかインストラクターの資格を取った後すぐ連盟を外れちゃってるんですね。ああ、そうなんだ、うん、そう、それは、まあ、家元制度なんかもねよく問題になるんですけど、うん、型にはまったものを
これを教えなさい生徒さんにっていうその連盟の流れっていうのは私にはちょっとタイプ的に合わなかった。あなたがねゲラゲラ笑って、ゲラゲラって言い方おかしいけどね、心の底からお腹の底から笑えるってことはまず自宅であるっていうことと、そうですよね、いいわよっていう一種の覚悟とね、そういうものだから長くね続くし、あいいだ、あ要するに新しい時代のもうよ座ることから椅子になった時からねちょっとやっぱり人間関係だって変わってきてるわけじゃない。はい、そういう意味ではねそれが大きいと思うの。しかもねやっぱりその白がねえぜっていうのも白金がねえぜてかサロンとカシャの魅力って何ですかね、生徒さんから見た他じゃなくてこれ学びたいって思わせられるものってゆうこさん。そうですね、まあ何だろうな、自分で言うのも なんですけどっていうか、みんながよく褒めてくださるのはやっぱりお花の花材のセレクトっていうか、まあ何だろうな、そういうセンスがみんなまあ好きって言ってくれて通ってくださってるっていうのと、まあさっきも言ったけれども本当にリラックスしてできるっていうのがいいかなっていう。とかなカジュアルにで、とにかく私はお花を通してみんなに笑顔になって帰ってほしいっていうのがコンセプトなので、なんだろうな、レッスン中もレッスンした後もみんなが笑顔でいてくれることが一番目標として今までずっとやってきてるので、多分それをまあ楽しいって思ってくれる人たちが来てくれてるし、これからもそういう人たちがたくさん来てくれると嬉しいなって思いますよね。なんか花材もね、花のね、うん、材料もあなたは質を落としたくないから、本当はもっとね廉価なものでもなんていうかあれはしないって言ってたわね。あのね、しないっていうよりもね、市場に仕入れに今日も朝4時起きで来ましたけど、仕入れに行くとね、その計算が私苦手なんですね、やっぱりだから、うん、要は自分がやっぱり自分のセンスで好きっていうものを選んじゃうものだから、結果的になかなかね利益が出ないような感じに、ね、なっちゃうんだけどもなっちゃうんだけど、ただだからこそみんなが私が選んできた課題を喜んでくれるんだと思うんですよ、うんうん、やっぱり数字ばっかり意識してこれは安いからこれを使おうっていうのではきっとつまらない、仕上がりだってきっと素敵じゃないと思うし、だからこの兼ね合いが難しいんですけどね。でもオンラインでやるときは花材はどうするんですか、うん、事前に送るんですか。大変なんですよ。そうなんですよ、市場で仕入れてきて水揚げというものをするんですけど、ものすごい花材の量なの で水揚げをして仕分けをしてそれぞれのお宅 の箱に詰めて配送するんですけど、うん、特にこの時期なんかあったかいからその要は、ね、水下がりしちゃうのが嫌なので結構徹底的に水揚げをしたりいろんな手間をかけるので、ほんと市場から帰ってきて 3,4 時間は結構仕分けで時間がかかってはい送ります。すごい。そうだから本来リアルレッスンだったら市場から帰ってきてその日の午後とかにレッスンができたりするんですけど、配送するってことは翌日に到着するわけですよね。そうするとどうしても翌日の午後レッスンからなるので、すごいなんかちょっと名渡りな感じですね。届かないみたいなこと。いや本当です、もうすごいドキドキ、はい、すごいドキドキ、まあ、そうするとちょっと大和さんの料金とかいろいろ上乗せとかいろいろあれして、まあまあ、ね、あいや本当そういう、うん、上乗せ、いやそういうのは特にないですけど、っていうかまあいわゆる送料込みでいくらいくらっていうレッスンのパリスタイルなんですよね。でもだから当然すごい遠かったりボリュームがある月なんかは送料とかそのボックス代とかそういうのが入っちゃうから結局ねまた値段が下がっちゃって、まあ難しいですねビジネスって本当にあれよね、体力もいるし、いや本当です、体力いります。この選択する目もあれなんだけど、王子は手伝ってくれるんでしょはい、なんでしょうね、納品とかそういうのは彼は運転、私より全然上手だから手伝ってくれますよ。本当はなんだっけ、フランスに留学するはずって言ってらっしゃいましたよね。あ、今回はキューバに留学してました。2ヶ月ぐらいキューバに行ってました。
私がパリに行ってる間、彼はキューバにいて。そうだ、とんでもないこと言い出して、またお金がかかるじゃない。でもう帰ってらしたのね。はい。で、お母様の無事ってだって、はい、まあ、それは心強いわよね、男手がいる。そうですね、本当にあの彼は何なんでしょうね、私の扱い方をすごくよく分かっていて結構一生懸命、あのね、一生懸命すごい私が仕事してカリカリってなると、あ、ここら辺で褒めといた方がいいかなと思うらしくて、お母さん天才だね、すごい素敵その花って褒めてくれたり髪の毛切ってくると、あれどうしたの、可愛くなっちゃって困っちゃうなとか言ってくれちゃったりしてうまいんですよ、あの人は。純子さんが初めてマダムに会った時にもうすごい大好きってなっちゃった。そのマダムの魅力って純子さんから見たら、はい、ね、まあ、美しさは本当に衝撃でした。あの、ね、うん、美しさは本当に衝撃的で、あの、ただ美しいエレガントでセレブリティな香りのマダムって、あの、もちろん他にもいらっしゃるけど、こうツンってした感じがマダムは特になくて、なんていうか、こう最初からオープンマインドっていうか、なんだろうな、あとはやっぱりどこにそんなパワーがあるんだろう、なんかスイッチどこにあるんだろうっていうなんかバッテリーどこっていうぐらい、あのエネルギーがあって、私なんかよりずっと背筋も伸びてピンとしてて、何しろ立ち姿も、うん、立ち姿もかっこいいし、なんかこう、あ、私年取るのすごい怖くなくなったって思ったんですよ、マダムになった時。あ、年取るの闇雲にちょっと不安だったけど、マダムみたいにキラキラこう生き生きしていられるように頑張ろうと思ったし、こういう風になりたいと思ったんですよ。あの15分ぐらいで本当にすごくそういう風に思って、あと単純にすごく興味が、え、すごいもっといっぱい話聞きたいって思って隣に座っちゃったの。違って、マダムから見て、まあ、純子さんと、まあ、短いね、1年半くらいですよね、まだ付き合って2年くらいですね、うん、純子さんの一番の魅力、やっぱり今言ったみたいに、その積極性、私自身もそうですね、積極的に生きてるのかどうかはまあともかくとして、自分のそばにあの来ないとわからないじゃない。まあ、いっぱい あのもう私もこの年だから、どうしてもやっぱりマダムのところにっていうのもあるでしょうし、まあ、写真撮ってくださいねとかそういう方は多いんだけど、そう一歩を踏み込んでね、お話聞きたいとか、そういう人ってなかなかね、いるようでいないんですよ。だから、あ、この積極性は何なんだろうって、何がゆえに私に積極的になってくるのだろうって、この子の、この子ってごめんなさいね、ちょうどねあのこの子の魅力ってそういうことだし、エクボが女のとこにあるし、一回ねっていうことから、やっぱり彼女のおおらかさとか積極さとか、まあ、現代的であるっていうことね、それからもうお花の先生っていうことも私も興味を持ったっていうことが、うん、まあ、魅力につながったっていうことになりますよね、うん、で、なんか何かにつけて褒めてくれるのよね。もうだんだん疲れてくると、もうまだ向こうですよ、あですよっていうでもすごく褒めてくれるし、今聞いてるとものすごく忙しいのに、私あのスタジオ持って、うん、今はそれ、まあ、閉鎖するしかなかったけど、はい、時にね、お花をもう飾るのも引き受けて送ってくださったり用意してくださったりって、もうそういうなんかね、あの言ったらノーって言わないし、何かにつけて、マダム元気ですか、マダム写真綺麗ですよとか、あれは寂しそうですからこうしますとかなんかそんなにね、言ってくれる人っていないのでね、そういうスッとそれが嫌味じゃなく入ってくるっていうのがとても魅力的ですね。今もそうですけどね、今日もそうですけどねいや本当はね、失礼がちいけないと思うんだけど、やっぱりなんだろう、大好きな人って思うと、なんていうのかな、コントロールっていうのがあんまりできないみたいで、うん、その、うん、なんかマダムが喜んでくれるんだったら、これ送ろうかなとか、この花送ろうかなとかやってしまうんですよね、うん、だからこれは、うん、受け止めてくださるからマダムはいいけど、本当にね、うん、暴走しちゃうかもしれない、危ないね。じゃあちょっとこう、純子さんからマダムに何かメッセージよかったら。いや、私やっぱり
本当にマダムの肌の美しさはちょっとやっぱりあの間近で見て感動するので、やっぱりあの元気でね、まずとにかく体が健やかじゃないとあの肌のツヤツヤはないはずだから、とにかく元気でいてほしいな、肌もキープしてほしいな、そしてずっと憧れる対象でいてほしいなと思います。ありがとうございます。頑張ります。肌の秘密についてはちょっと昨日動画を撮りましたので、うんうん、あ楽しみです。初公開でいろいろ語ってくれましたので、また、はい、じゃあマダムの方から純子さんに。いやもう散々言ったように、うん、今の活躍をね、最初にね言ってましたよね、何ですか、ピンチはチャンス、そういう風な考え方も今ね、うん、どんどん出てきてるし、このメカニックなそのパソコンのねとかスマホとかっていう中でそういったものを駆使して人間関係がね、温かい人間が、メカ自身はクールだけど、そこからね温かい交流を生み出してくれることをどんどん積極的にやっていただければ嬉しいなというふうに思っております。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。じゃあ魅力とはっていうので、じゃあちょっと何かワンフレーズいただけたら。純子さん魅力とは、スマイルです。わあ素敵、笑顔です。確かに本当。じゃあ今日マダムは純子さんを通して魅力とは、そうですね、輝きですね。やっぱりなんて言うんですか、キラキラっとしたものをオーラが出ているっていうことがやっぱり魅力で、それはもう生き方そのものだと思いますので、もうね、キラキラを期待して、私もそれに応えられるように頑張ります。はい、ずっと背中を見つめてます